さあ、今回は何かと人気なデイダラを使ってやっていきたいと思います。コメント欄とか見ててもね、デイダラ使ってくださいっていうのが結構多かったんで、最近。まあ、使ってるんですけど、難しいですね、このキャラは本当に。どう立ち回るっていうか、攻撃がね、いまいち。相手はカカシですね。花粉症がひどくてちょっと鼻声。オーケー、これうざそう。 やばい。さて、月収。かぐや危ない。最悪。そんなつもりでやったんじゃないんだけどな。おお、やりますね。カーリーめっちゃ使ってくる。さあ、もっと消費しろ、カーリーを。やりますね。当たれ。よーし、避けたつもりかい。カーツ。いやー、かぐやきつい。よーし、カーリー来い。変わり身来いよ。ほら、よーし、つかみもうまいこと。螺旋丸使う系のやつはね、結構残りっぺが、うわー、すかぶった。あれ、いいっすね。当たれ。よーし、いや、なかなか一本目調子良かったぞ。さあ、どこまでダメージ与えられるかな。敵サポートキャラとなんか変えてきそうだな。よーし、あ、おら、いけ、サソリ、五寸釘、えい。攻撃あんだけで終わるっていうのはね、ちょっと。よいしょー。うー、かぐやさん、よいしょ、いけ、サソリ、五寸釘、五寸釘。とサソリもう一回。オーケー、来る。よいよし、変わり身がないからね、ちょっと気をつけて戦って、いきたいところ。やべ、いけ、サソリ。よーし、避けられたか。はい、ガード。よいしょ、よいしょ、よし、これなんか一発も食らわなくていけるような気が。当たれ。まあ、なかなか難しい。よーし、カーツ、いいぞ。あー、覚醒するな、これ。あー、やばそう。あー、やべ、サテツ月収さん、あれ、五寸釘さん、これはきつい。当たれ。よーし、ガスタクト行こうぜ。一瞬と永久のコラボってのも悪くねえな。うん、即興にしては上出来だぜ、うん、くだらねえ。勝負あり。まあ、これはサソリの時にも見せたのかな。フィニッシュカットインは多分なかったと思うんですけど、見事に消し飛んだじゃねえ。今回はなんかなかなか調子よかったな。さっき負けたんだけど、というわけで今回は何かと人気なデイダラを使って、対戦してきました。またね、使ってほしいキャラとか、まあ大体もう主要なのは使ったと思うんですけど、あったらコメントでどしどしください。というわけで、お疲れ様でした。また次回の実況でお会いしましょう。